ヤクルト容器がハイテクエンジンの模型に大変身。ガンプラサークル GLAF のヒカルさんが公開した改造作品が SNS 上で話題に。ヤクルト容器にプラモデルパーツを貼り付けて塗装したスチームパンク風のエンジンが完成。ヒカルさんはこれをプリウスのプラモデルに搭載し、大廃的な雰囲気に仕上げました。この技術力に SNS では驚きの声が寄せられています。KFC の新アプリが大不評で、ログイン不能や不自然な日本語など問題多数。運営側は不具合を認め謝罪、改善に努めるとコメント。工事中の看板にマイクラのワールドデータ作成中の表示が話題に。国土交通省がマインクラフト用ワールドデータを作成中。インフラのデジタル化を推進する目的で、香川県の国営さぬき万能公園の一部をバーチャル化。ワールドデータは公式サイトからダウンロード可能。看板のキーホルダー作れば売れる、面白いと反響。アップルストアでファミコンから DS まで遊べるエミュレータ、デルタが無料で配信開始。セーブや各種コントローラにも対応。アップルの審査基準変更を受けて登場した他のエミュレーターアプリとは異なり、デルタは本命との呼び声も高く、アップストアで正式に公開された。NES、スーパーファミコン、任天堂64、ゲームボーイ、任天堂 DS まで、多くの任天堂製ゲーム機のエミュレーションに対応し、無料かつ広告なし。またアップルによる審査の結果、ユーザーデータの収集は行われていないことが確認されている。桜文鳥のピンキー、カレンダービリビリに破く現代アートと話題に。飼い主の谷家ワンマンバンドさんが投稿した破かれたカレンダーにぶら下がるピンキーちゃんの写真が話題に。20万鳥のいいねを獲得した。